はい、ということで、ここからは告知コーナー。はい、はい、じゃあ告知をしていきましょうか。じゃあね、あ、よし、じゃあ、面白そう。6月7日でしたっけ、8日か、次の配信、7日、ね、日曜日、日曜日、森田さんの代わりに、僕が MC のや、誰が休んだみたいなって、しょうがないね、仕事もあるから、そう、代わりに私が、やります、今のところ、次の日曜日は、和菓子さんの番組で、そうです、ゲストさんとか MC さんの助手さんの方とお話しして、いろいろ情報を引き出したりとか、そういう感じにしようかなと思ってます、私が語るといいますと、まあ、あと、すごい、楽しいね、そうね、今考えてるらしいんだ、うん、そう、なんかいいのあったら、特に思いつかなかったら、そのままずっと1時間半ぐらい喋り倒して、ああ、疲れたって終わる感じにします、楽しみにしてください。まあ、和菓子くんが、なんか、僕、徹子の部屋みたいな、あ、そう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 、出たいの。で、和菓子の部屋っていう名前を提案してたから、そう、それはつまらないと思って。そう、和菓子あるあるがないからでしょ。ね、決まったタイトルがね、決まったタイトルが、和菓子の、詰まると苦しいです。確かに和菓子はあることだけど、そう、大変ね。だから質問してちょっと NG な部分とかもあるとか、そういう時は詰まりましたって言ってもらって、そのゲストさんに、ああ、わかりましたって別の話題にね、まあ、なんかわかんないことがあったら、なんか相談乗りますね。そう、お願いします。さっきも聞いたから、そう、いろいろね、言っちゃいけないこととか、いろいろ、もちろんね、そう、聞かなきゃいけないから、そう。ありがとうございます。じゃあ、お楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。それだけでいいの？はい。詳しくもないわ。はい。します。じゃあ、はい、しかも和菓子じゃないと思う。どっこらしょ。あ、そっか。いやいや、大丈夫。和菓子、天のもちゃもちゃ土蔵蒸し和菓子なんで。はい、ですね、本日、告知解禁になったので、ちょっと告知させていただきます。7月6日の千葉テレトピックメーカーさんの方で、新しくアニメが、放送されることが決定しまして、そこに出演することになりました。声で声優として出演することになりました。で、この先の、情報はこれからちょっとずつまたこう小出しにしていく感じで、ツイッターの方で、告知していくので、ぜひチェックしていてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね、はい、真ん中に挟んでるの？虫の名前。そうです。ダメだよ。なんで？虫の名前は、天の和菓子っていうものを全部消して虫の名前にしてくれる。あ、そうだった。じゃあ、後で変えておいてください。後で変えておいてください。よろしくお願いします。はい。真ん中に挟むやつは、中二階なんですね。そうですね。完全に虫ないね。ボイドとか。そうそうそう、ボイド。大変だったらボイドも。やっぱり、和菓子と虫は一緒にしちゃいけないと思うので。天の和菓子は消してください。ありがとうございます。今日の寝るまでです。で、必ず3ツイート。あ、ごめんなさい。よろしくお願いいたしますね。まあ、調べよう。ね、虫から調べます。そうだね。うん、そうだね。僕たちは。で、その虫が喋ってるように喋ってみたら。そう。ちょっとそれ面白いかもしれないよ。確かに。ご飯はねねぎだよ。そういう感じにしましょうね。はい。じゃあ僕ですね。はい。はい、森田だけでございます。普段の MC とか俳優やっております。よろしくお願いいたします。そして、まず一つ目、家政婦は見た、藤江玲奈さんがね、主演の、こちらは千葉、これが千葉テレビかな。さっき千葉テレビ。はい。千葉テレビかな。千葉テレビで、前やってたドラマの、DVD が出ましたんでね、ぜひ、皆さん、クルーズから帰るらしいんでね、ご購入していただきます。この藤井玲奈さんの彼氏役やってます。ダメな彼氏役をやっておりますのでね、ぜひぜひ、お話していただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。出てる方は、ベジータの声の人分かる？あ、分かります。うん、出てるから、堀江亮さん。あ、本当だ。うん。とか、あと、ね、この人、堀江亮さんね。あと、元、アナウンサーのね、この人もね、出てます。出てますね。はい、この山村アナウンサーですね。元山村アナウンサーですね。元アナウンサーの方も出てたりとかしますね。これ、でやってます。ちなみにこれ僕っすよね、確かね。衣装やったのって。そうですね。衣装、これ僕多分、衣装を多分やってるの、これ。衣装もやったし、彼氏役もやった。彼氏役もやってますね。なので、これ、もしよかったらぜひ。ひどいんだよ。藤井玲奈さんが彼女のはずなのに、浮気するんだっていう役ですね。はい、もう本当に。いや、もう本当に、いや、もう本当にね、殺されるんじゃないかなっていう感じの、やつです。
はいね、そして、シアタードラマシアターってこれはねテレビ埼玉ですね、テレタマでやってたんですけど、テレタマ翼のままだな、これってテレタマっすよ、確かさっき見ましたもん、テレタマって書いてあるんですよ、テレタマって書いてある、他にも放送したんですか、千葉テレとテレタマって両方分かれてるのかな、そうですね、これが確かテレタマだったと思って、これ確かテレタマだったと思って、やってたやつかなとは思います、これはね。で、まあ、上枝恵美子さん、横口さん、野村さん、大原さんって、この元、48メンバーたちが、やってるのと、あともう一つね、ここにね、木陰の女たちっていうやつがあるんですけど、これまあ、すごく簡単に言うと、クローズとかわかるかな、みんな。うん、アニメとかのね、喧嘩とかするやつの、そういうのがある街ですね。のお話で。お会いした街。そう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 。そう、そういう街で、その、四天王って言われてる人たちがいるんですけど、はい、その四天王の、じゃあここ千葉テレビと書いてある。じゃあこっちが千葉テレビか。じゃあこっちがテレタマか。どっちかがテレタマだったんですよ。テレタマテレビじゃないですか。どっちかがテレタマだったんですよ。はい、こっちは千葉テレビだね。じゃあ千葉テレビですね。じゃあこれは千葉テレビですね。千葉テレビ。はい、ごめんなさい。どっちかわかんないです。ごめんなさい。あ、こっちがテレビ埼玉。あ、これがテレタマみたいです。こっちがテレタマですね。こっちがテレタマで、こっちが、千葉テレビですね。はい。で、こちらがですね、木陰の女たちっていうやつです。だからそのさっきのクローズの街みたいなところで起こってる四天王の、敵役の幹部ですね。敵役の幹部。女たちが主役なんですね。そうです。女性たち、だからその男たちに喧嘩をして振り回された男たちがいて、その周りにはやっぱ女性たちがいて、その付き合ってる人だったりとか、妹だったりとか、家族だったりとかっていうのがいるっていう状態の人たちが、やってて、で、それの、敵役の幹部をやっております、僕がね。はい、ドラマシアターの方には、栗垣未来ちゃんも出てます。あ、そうですね、こちらにはね、栗垣未来さんも出てますね。はい、はい、なんかあれですね、ちょっとそれっぽいクローズっぽい僕が出てますこれはね、うん、なんか僕クローズとかそのヤンキー系好きなので、六大シブルスではない、六大シブルスではないです、強化は俺らでもないないですね、どっちかというとその本当になんかガチのヤンキー系だよね、クローズだから、その確かに真面目な、そう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 な感じの、男のかっこよさみたいな、ああいうなんか世界みたいな感じの一応イメージの、多分世界観 でそこで、幹部役をやっておりますですね、はい、そうですね、はい、結構これも結構なんか敵役なんで、まあムカつく幹部、はいはい、結構ムカつく幹部の役やってるんですよ、そんな感じですかね、うん、ぶっこみのタックのハードラックとダンスっちまったお前さ、それさ、知らない人が聞いたらさ、わかんないからな。ツイッターでよくコラー画像で見てるのは、かっこいいな、この人と思ったら、よくネタにされてる人だったね。まあ、クローズで言えば、どうだろうな、尾藤兄弟みたいな。尾藤兄弟の、その尾藤兄弟じゃない、その下にいるやつぐらいの感じだね。幹部的な感じのやつですね。はいね、そんな感じです。もしよかったらぜひぜひ、ご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。そして、17配信やっております。ね、木曜日と日曜日は基本的に、ここの仕事があるので、できないですけど、それ以外の曜日は、基本的に毎日やっております。はい、仕事が入ったりとか、急な仕事が入ったりとか、その体調がなんか落ちたりとかするとちょっとたまに休んだりはするんですけど、それ以外は基本的にはやっておりますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。ここではね、結構ねわーって盛り上げてるんですが、そこでは結構真面目なお話をしてたりとか、なんかその雑学、雑談って言ってるんですけど、一応雑学をこう知らない、みんなが知らないだろう雑学、さっきのさ、あのウイルスのああいうのだったりとか、そう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 、ワクチンの話だったりとかっていう、みんなが知りたいけど知らないんだよな、ちょっとわかんないんだよな、みたいなことをちょっと解説してたりもしますね。はい。で、そういう配信になっておりますので、あとはね、普通に雑談。雑談は、基本的に雑談は、ベースは雑談です。ベースは雑談ですけど、なんかその質問があったらそういうのにも答えできますよっていうような配信をしておりますので、ね、そこに来ていただければ、ね、そこの、あれを見ていただければ、
アイコンを見ていただければ、僕自分で作ったんですけど、何を話しているのかの、そのカテゴリーをバーって貼り付けてあるので、それ見ていただければ、何が、だから都市伝説とかも書いてあるし、それを見ていただければ、基本的に何を話しているのかが、何が得意な人なのかが分かるので、もしよかったらね、ぜひぜひそちら見ていただいて遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい。それと、まあ、ツイッターやっておりますので、ぜひぜひそちらの方ね、見ていただければと思います。はい。じゃあ最後にね、その最終は、タキヤ、タキヤね、タキヤと対決。知らない人が聞いたら分かるんですか？分かる、分かる。なんか、一回、すごい見たやつ、その設計集みたいなやつが、ネットに載ってるやつ、うん、そうそう、それで面白いなと思って。そう。男は多分好きだと思うんですね。うんうん、じゃあ、女性も多分当時、女性人気すごかった。そう、女性人気がさ、かっこいいやつが出てくるわ。あのビジュアルバンドの、そうそう、デビューした人とか。そう。1個目は多分。意外とね、女性も楽しめる。ただでも、その、なんだろう、理解できないところがあるかもしれない。だから、その、いわゆる、だから、男って、単に力の男じゃなくて、感の方の、男の感じの、漫画だから、私には理解できないけど、この人かっこいいなって見れるかもしれない。うん、イケメンたちが主人公のこと好きすぎるから、そういうの好きな人だったらいいかもしれない。なるほど。80年代か90年代ぐらいにこんな。イケメンパラダイスみたいなのあったじゃん。ああいう感覚で見れるかもしれない。イケパラみたいな。そこでイケパラ出してる。もうちょっと待って。イケパラみたいな。かっこいい男たちがいっぱい出てくるから、そう。すっごいゴリゴリの、いかついやつなんだけど、実はいいやつとか出てくるから、そういうの好きじゃん。そういうので、なんか、私この人もえなんだよな、みたいな感じで楽しめるかもしれない。ただでもその、男のその気持ちみたいなのわからないかもしれないね。だから、主人公のこと、タクちゃんって気に入ってるイケメンたちを見てニヤニヤすればいいし。そうね、ぶっ込みだけどね。クローズもそうだから、本当に超イケメンとか出てくるから、おしゃれだし。なんだろうな。なんだろう、クローズがね、まあいいや、これはもう、また話そう。一応話そう。なくなっちゃうから。ね、クローズが見た理由はまたあるんですけど、まあそれはね、また、一覧とかで話します、はい。よろしくお願いいたします。ということで、今日はね、そろそろですね、お時間来たら50分ですね、なってしまったので、はい、そろそろ終わりにさせていただこうと思いますので、よろしく。はい。コメントいいんだ。はい。なので、ぜひ、また、日曜日はね、我が社の名前を、僕ちょっとごめんなさい、打ち合わせで来れないんですが、他のところで打ち合わせが来れないんですが、ちょっと我が社も頑張ってね、はい、後で、アーカイブ見たりとか、で、ちょっと、なんか改善しなきゃいけないのがあったらまた言いますよ。その瞬間ブロックしてやる。はいね、そんな感じでございますんでね、はい、ぜひぜひね、日曜日、ヤワイさんの番組ね、楽しみにしてなんかね、できたらね、月1回ぐらいできたらいいな、みたいな感じですよね。そんなことを話しているなので、はい、やっていけばやっていくほどね、できるもんだよね。そうは慣れだと思いますね。ただ、僕はやったので、ワーシャルにやってほしいのは、いろんなテレビ番組を見て、MC の人を見てくださいっていうのはちょっと思うかなっていう感じですね。勉強してくださいっていうことですね。はい、ということで、このくらいで終わりにさせていただこうと思います。はい、最後に一つだけしか言わせてもらっていい？愛の不時着見てください、皆さん。はい、よろしくお願いします。まさやばいの。面白いな。ね、愛の不時着ね、見てください。ということで、はい、今日もこのぐらいで終わりさせていただこうと思います。ぜひぜひね、我が社の番組、そして来週のファンパク、楽しみにしておいていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、皆様、またお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございました。またねー。またねー。